こんにちは、こうです。さあ、今回のデザインチャンネルなんですけど、海外のヨーロッパからね、活躍しているデザイナーさんをゲストに招いて、カーデザインの話をね、していきたいと思います。さあ、早速ゲストの方をご紹介しましょう。どうぞ。こんにちは。ヨーロッパで働いてる S です。うわー、ちょっとね、諸事情により顔出し NG ってことなんで、ちょっと顔をすんません、ちょん切って撮影してますけど、今日よろしくお願いします。こちらこそよろしく。可能な範囲でいいんですけど、はい、どんなことをヨーロッパでやってるのかちょっと教えてもらっていいですか？ヨーロッパのあるメーカーに勤めてて、もう20年近く。20年、はい、長いですね。デザインやってます。主に、どういうデザインやってるんですか？私はエクステリアを専門にやってます。わあ、花形ですね。そうですね。すごい、日本人で、ヨーロッパのメーカーでエクステリアのデザイナーで活躍されてるってもう、すごいですね。ありがとうございます。エクステリアデザイナーの目線でね、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしく。さあ、ポルシェ、タイカーン、どうですか？いわゆる、フォードはポルシェ、パラメーラがあるけども、911の流れを踏む、フォードはポルシェですね。フル電気ですね。これフルエレクトリック。これ前から見たときは、まず、ポルシェの伝統的な、フェンダー、ボンネットのゼロより、ゼロっていうのは、この、ここの真ん中のセクションより高くなっているフェンダー。ね、明らかに高い。あとこのボンネットのラインも結構重要で、こう V 字。このライン。そう。この V 字になってるのが一応ポルチェのデザインのアイデンティティらしいです。こう丸めじゃないんだけども、なんか一応ポルシェっぽいこの辺のラインとかは、結構911をインスパイアされた、その辺のラインを使ってるらしい。このなんかエイリアン的なこのフェイスマスクって、なんでこうなった、これはね、ショーカーの時にこういうプロポーザルを作って、それが、非常に評価高く受け入れられたんでプロダクションにされたっていう事情もあるみたい。こういう顔つきが今後ポルシェになってくるの？どうなんですかね。なかなかこの特徴あるよね。そうだね。離れてみると。で、これ、機能も結構あって、ここからエアが入って、エアアウトレットってこう、ダウンフォースを稼ぐために。よく見ると、これシースルーになってるんだよね。風が本当に抜けるの。空力だね。そう、空力。で、よく見ると、こう、小さいディテールとか、ここにポルシェ入ってるし。これがチャージャー、ここ。一回押すと、電気で開きます。すごい。すごいギミックだ。もう一回押すと、閉まる。でここにもエアアウトレットがあるんだけども、実はこれは電気仕様のやつだと、これでモーターがこれにあってさ、ここ閉まってるのね。メルバーの模様しかなくて、これ実はもう一種類あって、マニュアルのね、オープナーがあるんだけども、それだと本当にここから空気が出るようになって。空気パコって。そうそうそう。で、ここにミラー、全方位カメラのミラー分がある。カブライトがね、こうドア開けるとライトがつく。あと一番の特徴はサイズだね。リーフラインとグラフ。後でここに行くとわかるけど。リーフラインとウィンドグラフィックは、まさに911の伝統。そう。そう。たまたま911があるんで、横に。
確かに似てる、非常に似てる。でこれはワンツードアだから、エンドグラフィックは短いんだけども、それをフォードアにしてエンドグラフィックを91ポイントにしてっていうのは結構大変な作業ですね。長いからここのスパンが長くなるから、そうそう、確かにそう。あとサイドもエアアウトレットはあるけども、伝統的なセクションを見るとこう非常にシンプルな張りのあるセクションを使ってる。QT値もよく見てみると、ちゃんと同じようなセクション。微妙に違うけど、ニュアンスは違う。やっぱそういう一つ一つの細かいルーフラインとか、窓周りのラインとか、うん、面室一つ一つのドア断面の、やっぱり911っていうのはポルシェの中で、やっぱかなり重要なポジション。ポルシェ DNA じゃないかな。すべてはそこから。そう、すべてはここから。うん、他の血が入ってもやっぱり911の血っていうのは絶対受け継がれる。うん、でこのまま後ろに行ってみようか。まあ、後ろは一番目に入ってくるのこの一文字テールガン。これも実は911のあちらのタイプからインスパイアされた。テールランプで、このテールランプかっこいいよね。内でも見ればわかるけど、赤が入ってる、ね。うん、赤のないバージョンなんだけど、ね、これ完全にこう一体カラーセパレーションがないんだよ、ね。あれ911ポルシェはなんか別パーツ、文字なんですよ。別パーツ。これは全部一個。あ、確かに一個だ。これ多分光るってバージョンがあると思う。あ、ポルシェが光る。そう。かっこいい。で、これよく見ると、ものすごいディテールをデザインしてあげて、うん、文字と文字の間に、まさにこう電気の回路、配線みたいな。配線のまとまりですね。その、それの下に、はみ込むのパターンもあるでしょ。細かっ。むちゃくちゃ細かいライトの。これライトのデザインは千人のデザイナーとかがいる。あ、いる。ライトのデザイナーがいるみたい。ライト専門。ライティングデザイナー。ライティングデザイナー。ホイール専門のデザイナーもいるぐらい、ね。そうだね。で、これはリアのトランクのオープナー。ちょっと唐突だけど。ゴルフバッグが横に入るんだね。一応取ってやるね。でもやっぱあれだね、ラゲージのここの高さは高いね。うん、高い。バッテリー入ってた、ね、下にバッテリーがいるからね。うん、これフロア全般、全面にバッテリーが入ってんだけども。どっからどこまでバッテリーが入ってるの？いや、もう全部、椅子の下全部なんだけども、この、足を抜くとこ、ここの足だけ、足のとこだけ、バッテリー抜いて、レッグルの稼いでるのね、この Z 方向。セパレートしてんだ。そうそう。前方で。バッテリーは前のホイールから後ろの方まで全部入ってたけども、でここの下もバッテリーなんだけども、足の高さを稼ぐために、ここの床だけ一部バッテリー抜いてるの。っていうのを聞いたことか。あ、だから、ね、確かに。そう、あれがないと上がっちゃうでしょ。こうやって座ってみると。うん。なるほどね。そうそう。それがあるとない。全部バッテリーなんだ、この下。そう、そう、全部。すごい、ね。ホップルームはどう？まあ、やっぱちょっと低いよね。うん、まあ、どうしてもエクステリアのデザイン優先で作ってるから、うん、そこはしょうがないかなと思うけど、うん、まあ、ただこう、911みたいに
今回はならないからね。一応フルスフォーシートある。一応まあ、頭全部入るからね。うん、まあ、ちなみに僕170ちょいありますけど、まあまあ、いける？いいんじゃないですか。なんか、低いのかな？知る？なんか、足を出した感じが、つきやすい気がする。ほんと？でも全体的にフロアが低い気がする。あとは何かな？フェンダーかな？これ、フェンダー僕思ったのが、タイ感って、うん、まあ、ポルシェの中では結構こう、カチッとしてるじゃない、うん。でも、911って、ふわーって。ふわっとしてるね。そこはなんかこう、意図してやってる。うん、やっぱ味付けじゃないかな。まあ、ここも結構、角がはっきりしてる、ね。でも、911ってもうちょっとこう、フレアがふわーって。やっぱ911デザインした時期と、このタイタンデザインした時期で、かなり、時期がずれてるんで、トレンドを多少追ってるっていうとこある、ね。まあもちろん、911は、あんまりシャープなナインプにつけない傾向にあるけど、やっぱ体感はもう少し、冒険しようっていうことで、シャープなラインつけてみたり、ちょっとニュアンスを変えたりするっていうのはあると思う。これ結構効いてるよね。あ、そうだね。フリースが入ってる。あんま気づかない人多いかもしれないけど、うん、ここね。しかも微妙に、ドアまで入ってんだね、これね。あ、入ってるね。ねえ。かなり微妙なことやってるんだ。